外モンゴル独立公民投票は、1945年10月20日に、外モンゴルで行われた独立公民投票で、中国から外モンゴルが独立するかどうかを決めた。同年9月21日、モンゴル政府は投票実施に関わる指示を交付し、投票実施の体制を整えた。とソムバクホロホリという行政単位に従い、投票者名簿を作成し、 全国4251カ所に投票所を設けた。一方、10月18日から24日まで投票参観のため、雷法省内政部次長を団長とする中華民国政府代表団12名がウランバートルに派遣された。投票日の結果は、投票率98.4%、投票者の100%が独立承認に賛成した。 1946年1月5日、モンゴル政府は国民政府によって独立を認められた。1945年、外モンゴル独立公民投票をめぐる中も外交交渉。ありがとうございます。